チャンネル10回目、あ、ちょっと待って、はいよ、デレン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 、謎の男、これは誰でしょう。またまたこのとこからスタートします。今日も何やってる、何やってる、さあ、あ、俺が二十歳、場所ベンツ乗って、この時はベンツのアーマーゲーム 5.6 リッターはいはい、皆さんこんにちは、DJ ラボの第10回目です。1週間の間に髪の毛はこんなに伸びました。静電気まあ、なんだかんだ言って正月入りまして、うん、始まった BJ チャンネルも2桁、インフルエンザ2回休みましたけどね、あの、あ、そう、1回休んだと1回、あ、雪だっけ、雪と、降雪と、うん、それで、まあ、それ抜いて10回でしょ。そう、まあ、まあ、とりあえず10回今行きました。それでですね、先週に引き続き、まず龍神様のお話から、毎度のことですけれども、龍神様は、まあ、ずっと書いてはいるんですけれども、またちょっと2、3件不思議な話が来まして、まあ、まず一人はですね、お祝いというか、僕のところにですね、ずっと彼女はできないので、彼女が欲しいので、友人様をお願いしますという依頼がこの間来ましてですね、超スピードなんですけど、昨日、おととい、メールが来まして、庄司さん、友人様が届いて、すぐに、なんと彼女ができましたと。どうして、すごいね。そうで、俺、2台の友人様書いてある。要は寝言じゃないけど、君の通りね、はい、俺が書いたのは友人さんが書いたの時代的にね、1体で終わらなくなって、はい、毎回そうなんだけど、書くでしょ、書くのは俺が書いてんだけど、要は書かされてるっていうか、書いて筆を置こうとすると、まだ置けないわけよ、もうあれ、持っていくなって、2体入るんだなと思って、そしたら、おとといメールが来て、庄司さん、実は友人さんが届いた前後に、彼女ができまして、そしたら彼女できたもいいんだけど、そしたら出会ってまだ1週間とか10日ぐらいしか経ってないの、おそらく友人さんが届いてから、もうすでに結婚の話が出てきて、早すぎるじゃん、お互いの両親の面会済みですと。面会してんの？面会済みで、それなんか違くない？で結婚のことできた。それ早いな。それで、それで、結婚を前提にね、両家との付き合いが始まりました、ありがとうございますっていうのがまず一件と、早く展開するから、それちょっと早すぎてね、早いね、あれすぐにですよ。そうなんですよ。で、前にだから子供ができなかったって言ったところ、3件中3件とも、3件中2件か、お子さんができて、で、まあ、前にも言いましたけど、そのうちなぜか龍神さんは4体、4体変えたところは双子だった。本当ね、不思議なことが起きるんですよ。まあ、俺のね、今こう、冤罪の話がどんどん進んでますけど、それを元を正せば竹本先生に、プレゼントした龍神様から始まってるわけです。なるほど。竹本先生が龍神様がプレゼントして、その龍神様を見たある女の子が、友人様が欲しいって言って、竹本先生が勝利ちゃん書いてあげてくれって言って、俺が竹本先生 の頼みだったら、じゃあ分かりましたって書いて、そこからその友人様を見た人が、あら、この友人様を書いてくれてるってなって、勝利さんじゃないのってなって、そこから繋がってって、で、それで、まあ、今に至ってるってわけで、なんですよ。それともう一件、昨日報告いただいたのは、これは名前を出さないでほしいと言われたんですけれども、ゆかちゃんの方に。去年の10月ぐらいに、ゆかちゃん様をお迎えしたかったときのお話で、なんかつい最近、家事に、家事家事家
燃える火事ね、お家が、お家がっていうか、そのお迎えた龍神様のお宅の近くで、あ、近く、近所でね、近所で発生して、で、その時の風向きが、うん、その方の家の方向にこう向いてるから、うん、当然こう、風に乗ってこうどん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 火が近づいてくるわけです。風下になったみたいな、いや、これは危ないと思ってたら、急にね、風向きがパタッと変わったらしいんですよ。そう、それで、で最後、消防署の人が現場検証したらしいんですよね。あ、そうそうそう、こんな感じで。で、消防署の人が現場検証した時にも、そのコロナの人たちが、なんでね、その風向きが変わったんだろうって急に。なるほど。で、明らか被害が あるはずなのに、急に変わったって不思議だったらしいんですけど、でも結局その火事によって、その方のご近所さんも10件くらい被害に現れたそうなんですよね。うん、でそのうちだけ燃えなかった。どういう感じなんだろうね。周りが火事で、ここだけがこうやってこうふわっと燃えてんじゃん。普通だったら風向きあって、その家を燃えなきゃいけないんだけど。鳥とかで、あの、じゃあ、風上で燃えて、そのうちは風下にあって、例えば3軒目で、うん。で、4軒目は燃えたけど、その家だけ燃えなかったから。トータル10軒ぐらい燃えたらしい。だから風向き変わって向こう側が見上げちゃう、まあ、ここがポイントですけど、こういう風が広がるよね。うん、そうそう、風下に向かって、まあちょっと面白いね。そうですね、だからすごい、ね、そういう方もね、龍神効果、龍神様の見えない力です。龍神様は自然災害とかそういったのも、あの、避ける力があるんですよ。だから、九州 あの地震の時あったじゃないですか、熊本地震の時ね。あの時も10件ぐらい龍神さんは俺向こうに書いてるんだけど、まあね、地震で揺れた後にね、すぐ俺の方に来たの。そしたらみんな龍神様を飾ったら部屋だけ物一つ落ちたわけ、あんだけの揺れで。で、そこで寝てて、他の部屋は潰れたりとか物を倒れたりしたんだけど、龍神様のを飾ったら部屋だけ何もなくて助かりましたとか、あと運悪くね、家が半壊しちゃって、はいはい、半壊しちゃったんだけど、その日に限って、いつも寝てる部屋じゃなくて、龍神様を飾ったら部屋に、で酒飲んで酔っ払ったまま寝ちゃったらしい。そしたら普段寝てる部屋は押し潰されてたんだけど、龍神様を飾ったって酔い潰れて寝ちゃって、で地震でバーッと気が付いてドア開けようと思ったら、もう寝てた、今まで寝てた部屋はバーンと潰されちゃって、もしそこで寝てたら死んでました、ありがとうございました。まあ、偶然だったのかもしれないけど、そういうね、龍神効果があるのね。あるんですよ。だからもう保険に入るよりも、龍神様を買った方がいい。うまい、龍神保険、龍神保険、今ご自分でやったらこの間もやりました。まあ、そんな場もこんなで、まあ、龍神様は常に365日24時間、DJ 庄司アットマーク gmail.com もしくは Facebook の僕のメッセンジャーの方より、松田優作、そうです、優作さん、昔はね、似てたんだけど、最近似てなくなっちゃう。どうしてなんだ。で、あと、まあ、かぐや姫も同時に販売してますので、で、今ですね、それとは別で、久しぶりに本格的に肖像画を描いてですね、ルサロン、フランスの世界大会ですね、に向けて、ちょっと今、本格肖像画を着手。締め切りはいつ頃なの？締め切りは5月、本当に3月いっぱいあったから、うん、で、電話したら、翔さんも、翔先生、今年は3月いっぱいが締め切りだから間に合いませんかね、とか、いや、今からだと3月いっぱいで無理だって言って、じゃあ来年からだって、来年にしたら電話かかってきて、会期が伸びてるから、で、5月の25だっけ、25が締め切りだっていうことで、まだ1ヶ月半から、じゃあ書くかと。で、またサイズも俺が昔30号だったのも、俺がちょっとルサロンのものを申して、そしたら規定が変わって20号が OK だって言うから、だからそれで、今20号って書いてある。これ30、これが30、これが最低基準のサイズだったんだ、これ今ここに飾ってるとそんな大きく感じないんだけど、実際アトリエで書くとこんなでかいわけ、
はい、それがね、だからそんなでかい絵をね、が最低基準だっていうのは、うん、ちょっと日本人の画家のね、アトリエ事情を考えてくれるから、俺はただの会長に手紙書いたの、うん、したら、なんか、それで俺はあえて、あの規定違反のサイズのクリーンを出したいからね、うん、写真、まあ最初は写真審査なんだけど、写真審査は当選だった、当選っていうか、入選、うん、入選で OK、うん、で、なんか写真送ってくるんですか、写真を写したのさ、何て言われたんですか。あ、それはでも、それはその前ね。前か。その前、写真はダメですよ。いや、写真じゃない、これ絵ですよ、言ったんだけど。長野真司さんとかに出せばよかったんだけど。それで、で、実際に、フランスに、入選したから、送った時に、サイズが違ってたんだよ。それは、あえて俺、サイズ違うのだったんで。そしたら、やっぱ審議にかかったらしいんだよね。どうするか。だけどルサロンっていうのはもう300年ぐらいの歴史があるから、そう簡単には規定は変えれないっていうことで、で、あの手紙が来て、うん、ね、あのミスター・ショージ、手帳・ショージ、あなたの作品は、うん、あのルサロンの規定のサイズに外で、外ですので、うん、要は無効、失格、うん、ボン暗号して、失格長い。それで、まあ、まあ、案の定そうだなと思って、まあ、それはそれでいいやと思ったんだけど、うん、それがあのクイーンのね、フレディ・マーキュリーのフェイスブックとか上がってますけど、あ、まあ、その絵なんですけど、まあ、今年からは、まあ、あの20号からできるということなので、うん、まあ、書くにはちょ、まあ、ちょうどよくはないの、それでも20号って大きいんだけど、うん、まあ、一応ね、本格的にちょっと衝動を書いて、まあ、また入選に目指そうかなと思って、うん、いいね。5月の18、まだ1ヶ月あるので、毎日書いてます、ね。まあ、それは、まあ、まあ、あの完成したらまたここでお披露目します。それで、あの、例えばそれが、うん、何、賞がわかんない、いつものなの？賞はね、多分11月とか、結構時間かかる。でも世界中から集まってるから。で、それは写真、まず書いて。書いたやつを写真で撮って、向こうに送って、写真審査で、うん、あの OK だったら入選って通知が来る。そしたら本物の絵をフランスに送る。フランスに送る。そうそう、フランスの。なんかさ、落選じゃねえよ。あなたの絵描いたんだね。今回あのヤコちゃんの絵を描いたんでしょ。まだ描いてますけどね。ね。あ、描いてまだ下取りですけど。そうだよね。バッチリ。ね。バッチリ。バッチリ。もう本当にね、これ入選したらいいね。いいですね。ね。ルサロン入選したら騒ぎますよ、世界が。騒ぎましょう。そうですね。俺は日本の展覧会には出しませんけど、海外の展覧会には出します。そうですね。日本はね、いろいろね、あの、めんどくさいことなんでしょう。あの、やっぱり、まあ、芸能界もそうだけど、どの世界でもそうだけど、ね、あの、まあ、家庭社会だからね。そう。なかなかね。実力社会というよりも家庭社会だから、親分がいてさ、あの、子分がいて、ね、そう。それにあのうまく合わないと全然ダメなんだよね。それがあるよね。そうだね。それは日本の場合色が濃いから、うん、ちょっと俺はもう出したくないっていうか、親父がもう日本の手なんか出したって言ったから、うん、まあ、何回か出したことあるんだけど、まあ全部通って入選は全部通って。だから実力主義者は、うん、あのどちらかというと世界行っちゃうじゃないですか。うん、一般的にはね。そうですね。それでいいんですよ。うん、でどんどんやってください。海外ではだから、ね、俺のようなスペインのプラド美術館にも入ることが決定してる、もうデータも収容されてるし、あとはエルミダール美術館のレンブランドの研究家っていうか、そこから、うん、あのレンブランドの後継者として認定しますっていう賞状をもらってますので、うん、まあ、それに恥じない絵を描こうかなと思って。そうですね。いいと思います。はい、でですね、あとは演題の話ですけれども、うん、まあ、今、ね、竹本先生とかの、うん、まあ、力添えもありましてですね、はい、演題の記事、手記とかがね、今、うん、もう表に出だしてですね、ようやくここで本当に俺が言いたかったこと、週刊誌では全部語りきれなかったこと、うん、の事件の真相っていうのが明るみに出ようとしてます。うん、それでね、今あの、トカナさんっていうね、うん、ネット配信ニュースですかね、はい、そこに今ね、この前、7日にインタビューしてですね、そうですね、これ、チョリさん、ヤコちゃん、一緒にね、インタビューしました。それで、そのインタビュー記事がですね、もう、ライターはもう書いちゃったんです。はい、うん、で、
今トカナさんのところにありまして、うん、で今多少修正しながら、うん、まあ、おそらく推定ですけどもね、今日明日明後日中にはですね、うん、紹介されることになりますが、でそこにはですね、庄司さんがいわゆる獄中でですね書かれた手記、これが載ることになりますね。でこの式はですね、実は別途友人 .com っていうね、ホームページにですね、今掲載してますけど、はい、リンクした形でですね、記事が紹介されると思います。そうです。そうするとですね、まあ、トカナさんのいわゆる読者、視聴者はですね、もう何十万人いますので、これもう大騒ぎすると思います。はい、何十万人、はい、でだから、うん、友人 .com は詳細の方にアップしておきますので、はい、YouTube から追って、見ることができます。そうですね。だから、はい、ある意味でそのまず皆さんね、そこでご覧になって、まあ、87枚の式なんで、ちょっとずつじゃね、読むできないんですけども、まあ、じっくり読んでね、30、40分かかります。そうですね。あれは何時間ぐらいかかった？いや、何時間でも何日もかかりました。そうでしょ。もうだから、それで、まあ、要は最初、久松警察署で泊まったでしょ、うん、で1日3冊本借りれるんだけど、本ももう100冊ぐらい読んじゃって、うん、それでやることないからって言ったら、これはもう毎日の取り調べがあまりにもくだらないことやってるから、これはちょっと残しとかなきゃいけないと思って、それで一応ノートは買えるわけ、100円のノートで、ボールペンは貸してくれるんだけど、それで、式を全部書いとこうと、で、弁護士さんからも、俺のその週刊文春と、あと朝日芸能、めちゃくちゃな記事書いたでしょ、俺はちょっと、ね、黙ってらないと、ということで、俺はもう本当のことを書いておくしかないなと思って全部書くと、で、まあやっぱりずっと書いてたから、結局、まあ1週間ももっとかかったかな、どのぐらいかかったかなんだけど、まあ10日間ぐらいで書いたとぐらいか、そうですね、考えてみてね、ここでね、よく書けたね、87枚だって時間はあるもん、朝から頑張れな。今で言えば今から取り調べが全部終わった後で書いてるから、毎日取り調べでしょ、毎日取り調べで、それで、で結局だから俺騙されて、23日マックスで、それで検事のがこいつは反省してないなっていうふうに思ったら、検事の判断一つで10日ずつ氷を伸ばすことができる、だからお前はいつまでたっても出れないよって言われたの、それを信じちゃった。したら23日で終わったわけよ、でもお疲れ様みたいな感じだったわ、で言われて頭来たのは、庄司さんね、全部すべて終わったらまず一緒に飯を食いましょう、なんで俺がてめえらと飯食わなきゃいけないんだと、したら実はね、庄司さん鬼平犯科帳好きでしたよねって言ったら、登録好きでしょ、いや、まとりの中でもね、鬼平のファンがすごい多いんですよ、鬼平に出てくる日程っているじゃないですか、実はね、我々の、ね、中でもね、まあ、そういった期間が実はあるんですよねって、庄司さん芸能界にいるじゃないですか、だから出たら、ね、私たちの密定として芸能界の、まあ、覚醒剤やってる人間の情報をね、我々に教えてくれませんかって、要はお前らの犬になれたことかって言ってる、まあ、犬という言い方はあれですけど、まあそういう情報を流していただければな、だからね、まあある意味で、これはお兄さん、はい、つまり、なんだ、半蔵、長谷川平蔵、長谷川平蔵さんね、だからもう要するに、まあ、ちょい割れだったんで、生まれた時からね、それで、まあ友達がね、生まれ多かったんですよ、長谷川平蔵さんがね、それで、なんだっけ、なんとかの鉄って言われてたんですよね、本所の鉄、俺も鉄、本所の鉄って言われてね、まあ、暴れん坊だったんですね、そうです、でところがお父さんはしっかり者で、しっかり官僚の人間だったんでね、はい、でその後を継いで頑張るわけですけど、まあ、簡単に言えばですね、その昔の仲間、それから、まあ、本所の鉄がですね、まあ、そういった悪をやっていながら、その、なんていうかな、叩き上げられた、その悪徳生みたいなね、そういう仲間、
それを活用してあのいろんな情報を得ようとしたわけですね。でそれがあの一つの密偵システムで、あの友達をね、友達がまあ元悪だったけど、あのまあ今善良になった人とか、あるいは今悪で、それであのまああの鬼兵のね、あの人の予算に聞かれて、あのまあいわゆる善良に、ね、そう善良になろうということで、お助けしようということでなったのが密偵システムなんです、ね。そうですね。でそれがどうもね。発展しすぎちゃって、進化しすぎちゃって、こんな時代になっちゃったんじゃないかなと思うんですよ。つまり今でもあるってこと。うん、だから今でも鬼兵のシステムをずっと利用しちゃって、でしかも今は逆におとり捜査までいっちゃってるんだと思うんですよ。つまりおとり捜査っていうのはどういうことかっていうと、簡単に言えば、麻薬を出してるんですよ、はいはい。やりませんかっていうね、誘い水ぐらいまでやっちゃって、ね。それでそこまで来て、じゃあやろうかななんて言ったら、はいはい、ご用みたいな、つまり完全にはめる。あれですよ、あの今、あのアメリカでさ、なんかさ、うん、あのずっと逃亡してる人間に対してさ、ハガキかなんか送ってさ、NBA のさ、でチケット当たりましたって、来たところみんな一網打尽してるんだから、あんな感じなんだ、だから要は。だからそれでね、成績っていうかね、検挙率を上げるっていうね、はいはいはい、そういうとんでもない状況になっちゃった。あの鬼兵の心がですね、良き心がですね、あの違うところに展開しちゃった。全部が全部ね、マトリックとかがそういうことやってるとは言わないけど、そう、あそれはいいこと言ったんです、ね、そうなんです。少なくとも、俺を取り調べた人間は、そのことを俺に言った。それでね、例えば、お兄さんの場合は、結局、あの、なんだっけ、あそこの、なんとか、あそこの町、小鉄じゃなくて、佃島でですね、あの、やっぱりそこを研修場としてね、つまり、あの、悪いことやった人も、あの、まあ、社会的な、あの、修行をしてですね、まあ、研修をしてですね、あの、社会ができるように、あの、復帰させる、そういったことをやるのが刑務所だったんですね。職業訓練所も兼ねてたわけですね。だから、鬼兵さんのハートが、あの、全然ね、あの、本心が理解されないままに、効率主義的にシステムだけ、検挙するシステムだけ、勝手に発展しちゃったっていうのが真相ではないかと。まあ、そういうことなんで。検挙するんじゃなくて、その取り締まる側の、点数稼ぎ、要は。そう。営業成績上げるみたいな。そういうだから、桜みたいな。桜というか、そういうなんだろう、ね、だからそれがね、あの、本当にいいのかどうかっていうのはね、まあいいわけないわけで、あの、それを誰かがね、指摘しない限りにおいてはですね、このままずっと発展しちゃったらね、もう本当は犯罪を、そのこと言っちゃっていいですかね、いいんだよ、犯罪発展組織になっちゃうのね、だからそれをやっぱり我々が、はい、その庄司さんの例を取ってですね、はいはいはい、あのそれにいかんのではないかと、いうことをやっぱり暴露しなくちゃいけない、継承するとね、だから今回の渡嘉敷記事っていうのはね、はいはい、まだあの今日明日明後日のうちに出ると思いますが、決して非常に重要だと思うんですね。決してそのマトリを敵に回すとかそういうのを言ってるのではなくて、あくまでも俺がね、体験した、一例を事実を挙げてる、だから例えばそういう冤罪のパターンっていうのは結構あってね、あのひょっとしたらあの氷山の一角でね、まあこれあの伊佐部さんがよく言うんですけど、あのあなたもそのね、あの冤罪に巻き込まれるのではないかということのね、ことの、ちょっと言ってみて、まあ、簡単に言えばね、麻薬はなかなかね、手の込んだこう段取りがするんですけど、痴漢とか、例えば痴漢、で電車の中で、はい、この人痴漢ですって言うと、その場で、捕まったら終わりですからね、基本的にね。でそれに対していろいろ、まあ、あの防御策もあるというふうにね、ネットとかで出てますけど、まあ、そういうことがあるっていうことをね、ちょっと頭の隅に置いておくと、なんかあるときに、とっさにこう、庄司さんがやってる真剣、瞬間とかじゃないですけど、訓練しとけば、あの防御できる。これによって相手もたじろぐわけですね、こいつなんか知ってるなと、そうするとその後の対応が違ってくるんじゃないのかなと
いう気持ちもあって今いろいろ話をね。いや、ひょっとしたら、ね、例えばその、ま、覚醒剤もそうなんですけど、こういった冤罪でね、やられてる人たちかなりいるんじゃないかな。これね、本当ね、取り調べ受けててね、あ、こうやって冤罪で作られるんだと思ったね、本当に。まあ、式読んでもらえば分かるけど、だって毎日同じこと聞くし、それと、もうね、だって出来上がってんのよ。これだって証拠として、ね、だってそのフォアブラの文書で、今目の前で見せられてるとかっていう文書を打ってあるってことはさ、もうさ、それをそのまま打たないってことじゃん。もう出来上がってるってことじゃん。今この場で、ね、私が見てるとか書いてあるわけよ。ね、それを磯部さんに渡したじゃん、書いてあったでしょ。あれはさ、リアルタイムでやってんだったら、そんなことはできるわけだ。で、前もってワープロでも、ね、毎日同じこと聞かされるの嫌だから、ね、こっちも疲れるし、あの、ね、庄司さんも疲れるだろうから、だから、ある程度のストーリーを作ってきましたよ。ある程度のストーリーってなんだよって言ったら、もうワープロで打たれて10万ぐらいの、あれ、供述調書できてるわけよ。それ今から読むから。それで関係したのは、そのマトリのその小籔みたいなやつでしょ。そうそうそう。ね、それと覚えてる、覚えてる、顔覚えてる。ああ、はっきり覚えてます。忘れました。でもこいつだっつったら、写真見つけたら1億人いる中でのピンポイントさ。あ、そう。こいつって言わかるよ、わかる。でもその写真探そうよ。もうこの声を撮ってます。いや、ほんと、だから役でやってて、すみません。本当に小籔そっくりだったな。だから、俺小籔にはね、ね、恨みも何もないけど、テレビで見るために依頼が来る。じゃあ、小籔にそっくりな麻薬取締役官ですね。そうです。まあ、小籔にそっくりな麻薬、かなりそういう人限定されちゃうよね。ねえ、だって、お前なのって、ま、だって、これに、これを見てる人が何千人いるわけですよ。何万人出てくるわけですよ。そしたらね、あいつだって多分そう、麻薬取締役官だって見ると思うんですよ。そしたら、俺もあれ、お前のことじゃないのってなっちゃうでしょ。だから、ね、その2人は裁判にも呼ばれて、ね、供述も取らされたけど、2人とも全く同じこと言う。もう本当に、もう暗記させられたように、セリフのように、もう一行一句違うような、もう同じことを裁判に。じゃあ、その裁判官に言われたような感じになるんだ、シナリオみたいなね。ってことは、これはもう一つの、なんて、くだらない台本が決まっててね、それに合わさってやってるようなね、合わせてやってるような感じで。絶対裁判で俺と目合わさないし、あ、そう。もう、俺がもう、こいつ、もうほんとこんぐらいの距離なんだけど、取りかかってたら、もう殴れるような距離なんだけど、手錠されてたな。で、今そこにいたらもうやっちゃう。俺やりますよ。いや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 、もうそのまま、っていう気持ちは、実験になっちゃうけど。気持ちはあるんですよ。今、執行猶予だからやっちゃいけないんだよね。やっちゃいけない。自分的にはこれじゃあ小籔さん、気をつけてください。執行猶予は終わったらお前の。いや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 、それ今日、ピー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 ですから。まあでもね、そういうようなね、システム的に出来上がってる。つまり、お兄さん のいい気持ちがですね、システムだけで走っちゃってるという。それはね、やっぱり気をつけた方がいいですね。そうですね、暴力反対でね、山ちゃんが言ってますけど、暴力は反対です。ほんとね、拳でくれば拳で対応できるんだけど、だけどね、頭脳で来られちゃうとね、これね、頭脳暴力ですよ。頭脳暴力の前、司法の暴力、ほんとにそう。だから、まずね、接見禁止っていうことは、ね、俺には普通は適用されないわけよ。なぜかというと、俺はね、そのアウトローの組織にも属してないし、ね、あとそういったのは、あとその集団でね、例えばオレオレ詐欺でグループ組んでやってるとか、っていう外部とのね、連絡を取ったりする危険性がある人間に対して、接見禁止まで適用されるわけ。なるほど。俺みたいに単独で捕まって、ね、しかも冤罪で捕まって、外部と連絡取ってる仲間がね、マイクの売人とかっていう、連絡取るとかっていうことはありえないわけだから。まず接見禁止を俺につけること自体おかしいわけ。そしたら戻ってきた時に、一言目で言われたのは、ああ、否認したんだねって言われたわけ。裁判終わって、1回目の公判終わって、俺はやってません、無罪だから戦いますと。はい。と言って、そんで、検事が慌てたでしょ。そして戻ってきた時に、戻ってきたら、下松の警察のあれがね、俺8番って言われたから、8番って言われて、はい。これとか言って、接見禁止。あ、いや、講習の1回目の時は講習の、あれ講習だった接近禁止っていうのを簡単に言うと、弁護士さん以外、一切の連絡、面会ダメってこと。手紙も、で今まではヤコとか、例えば池田さんとかね、が面会に来たりとか、手紙とかもやり取りできたんだけども、その接近禁止のをつけちゃうと、手紙は全部ストップ、
こっちが出してもダメ、あ、出しても出すのはいいんだけど出せないか、接見禁止は出せないのか、だから弁護士さん とのやり取りのみ、うんうん、だからそれで、あ、否認したんだろうって言われたからしましたけど、接見禁止はこれはもうね、8番以外例外なく否認した人間は 100% になる、これはもう嫌がらせだから開けるから、だからね、8番はね、ね、そういう、ね、外と連絡を取ったりとかするから、だから本来であれば接見禁止なんかおかしいんだよ、だからこれは司法の嫌がらせだから、ね、なんか、あ、こいつ、だから要は否認したイコール反省しないと皆さん、それに対しての要は嫌がらせっていうか、だったら苦しめてやろうっていう、その違うでしょ、そうだ、多分裁判官が1回の公判でごめんなさい、反省しています、すいません、したらはい、そこで次回判決ってなるのに、否認したがために半年以上裁判が長引くと、その裁判官は優秀じゃない裁判官と判断されるでしょ、はいはい、そういうのもあると聞いております、そう、はい、だから俺の裁判は1回目の後に、普通1ヶ月なのに3ヶ月かな、次まで年越しちゃったわけ、誕生日過ぎた、ヤコの誕生日あったでしょ、クリスマスもそうでしょ、クリスマスはこんな変な三角形のさ、ケーキこうなってやがってさ出たね、出るのクリスマスってさ、一番頭来たのは出るの、クリス、一番頭来たのはバレンタインだ、バレンタインでも来るの、バレンタインでハートチョコだよ、来るの、しっかりしたって来るの、それなんで来るの、だから正月とだから受刑者だからさ受刑者なんでそんなことやるの、だから、まあ、クリスマスはね、クリスマスはこんな三角形のショートケーキなのに、変なあのメリークリスマスがシールあったへえ、来るわけ、お正月は、正月は一応おせち料理だった、おせち料理が出てきて、放送が流れて、ただいまよりおせち料理を配りますこのおせち料理のゴミは年明け3日にいいんだとかいう放送があるよね、ゴミ回収しないんだ、そうすると何かしないと、どこか他の、ね、使用者から拍手がとか聞こえるわけ、あの投げ声入ってるなと思って、あ、嬉しいんだ、嬉しいからね、あ、でおせち料理とあとなんか、あの正月のなんか駄菓子みたいな変な袋に入った、変な袋詰めのやつとか、まあ長年入れはそれは嬉しいわな、七草とか、七草がなかったけど、そうすると、酒はねえのかとか言って声が出て、酒たらばかーんって言ったらね、まあ、そういう声結構聞こえてくるんだよ、おとそとかね、そうせめておとそぐらいいいだろうって言って、そうそうそう、で、正月だけ、大晦日だけはラジオが流れてるんだけど、いつも9時で消灯でもう寝ちゃうんだけど、正月の時だけは本日のラジオ番組とか言うわけよ、そうすると BJ チャンネル、何時からそう BJ チャンネルとかね、そういう感じで、9時から11時何分まで紅白歌合戦、あ、消えるの、消えるけど、その後、行く年来る年とかって楽しいじゃん、楽しいいや、結構面白いじゃん、音楽だけでしょ、だラジオは毎日ね、必ずね、あのそのラジオ あの放送っていうかさ、あれ本日のラジオの放送は5時に何時何やいのってそういう番組が出るわけよ、大体俺が楽しみだったのは、もうなんかもう長いこと言うと、落語とかさ、日曜日とかになると落語、本当は日曜日はね、サザエさんと見たいんだけど、そういうのやらないから、それとまず6時になると小林克也の何とかかんとかって言って、あのビートルズから始めようというのは始まらない、本当はビートルズの曲ばっかり流してるけど、いろんなエピソードとか、ベストヒット USA みたいなやつ、ね、ジョンとヨーコの出会いからどうのこうのとかっていうのがね、あとそれとあともう一個あったのが、あの司馬遼太郎サスペンス、司馬遼太郎なんとかって、新選組の朗読が30分間、それと、あと日曜日はラジオ予想、人気映画とか人気映画ない。ダメだよ。そんなのやったら油に火を注ぐような世界で危ないよ。新選組の話は結構ね、打ち入りした話とかね、結構朗読するわけよ。それが毎週毎週あるから、それはね結構ね、まあ楽しみちゃったもん。そうね。なんかあれはないの？あのなんていうか講義とかさ、あのあるいはそのなんていうか講演会とかさ、あ、それはない。それはだって受験者じゃないの？ああ、そうなの。刑務所は慰問とかあるけど、ね、うん、あ、そうか。
刑務所じゃないもんね。じゃあそれは何？疑問の時池田さんの手口じゃん。ね、まあまあでもね、いろいろね、ご苦労されてるわけですよね、基本的にはね。でちょうど3月の24日もうすぐだけど、で1年経つから出てきてね、で3月の3日になったらひなあられがついてる。おー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 、いいんだ。だから季節的に、だから俺が経験したのはクリスマスのケーキと、正月のおせち料理と、バレンタインのハートチョコと、ホワイト、しかも何でハートなの、ホワイトではない、ないんだ、こっちから返してしまうんだね。豆巻きはなかった、ま、あ、豆巻きあったかな、あ、あったあったあった、豆巻きはね、豆巻きはね、おじんってどっちから、お前か俺かって、豆巻きはね、こんなね、おじんだったりする、袋に入ったね、あの、豆分け豆なんでしょ、あれがついてくる、30粒ぐらい、うんうん、それもあったのかしら、でそれなんか巻いちゃって、それとかも俺もカッコなんですけどね。だけどさ、本当に狭くて、そのなんていうか、環境良くないわけでしょ、いまだに膝パキパキって治るんですよ、ずっと油かいてるってことは、まあ、今の籠池さんにしても、籠池さん、奥さんにしてもきついたまえは6ヶ月くらい、まあ、老人だからさ、老人っていうか、まあ年取ってるから、ただああいう人たちはもっとなんか特別な広い部屋とかあるんですよ。ああ、なるほどね、なんかあのテレビもあって、ソファーもあってみたいな、そういう部屋があるのは別に、あ、そういう話は聞いたよね。別なのね。いや、それはそうだけどね。俺がいたところも3畳1間でトイレと洗面所があって、ね、自殺できないの全部丸、全て丸だ。ほんで、なんだろう、せんべい布団と椅子が置いてあって、椅子で巻きとかも。で椅子の裏とかに俺いっぱい書いてあるから、出たら誰が殺すとか、ガッカッてボールペンにガーッて入っちゃいけないことって書いてみたいな。でもまあ、翔さんね、はい、基本的に、うん、誰を憎む、それはもちろん俺ははめた人間が一番憎いし、うん、それプラスやっぱりその、なんだろう、週刊誌は今一応ね、まあ、書いたことは、ね、まあ、理解してるじゃないですか、だけど今、本当に理解してくれて、週刊誌もね、すごく俺のことを信じてくれて、冤罪だったってことを主張してくれてるんでね、それに関してはもう許そうかなと。あと、なんだっけ、女性 の、はい、コメンテーター、何でしたっけ、よく、バカは昔事務所一緒だったんですよ。あいつは俺と会ったこともないくせに、なんて言うんだっけ、室井佑月、室井佑月ね、あの人よくテレビ出て、まあ、軽薄な発言をよくしてますけど、で俺のことも言ったわけで、マネージャーに連絡して、うん、室井ふざけん小倉さんにも言ったんだけど、室井あんまりいい加減のこと言ってんじゃないとか、あいつは事務所一緒だったけど俺会ったこともないでしょ、あいつの映画も出てるけど、向こうはなんか ね事務所が出てくれって言うからって言うから、俺がどうしても出たいって言ってね、言ったからしょうがなく出してやったみたいなこと言ってるわけ、うん、俺は逆にね、室井の映画にね、翔士さん出ていただけませんかって事務所からオファーが来たから受けてるわけよ。まあ、室井さんがね、翔士さんについて悪口言ったのはこういうことなんですよ。要するに小倉さんの、そうそうそう、ごまをね、年がら年中吸ってると、そう、それで、まあ、小倉さんのね、顔色を伺いながらね、あの人だけはいつもね、そんなことをやってるんだと、だから可愛がられたんだろうみたいなね、そうそう、それを俺も見てね、それ見て、それはちょっと違うんだ、俺見て、俺全然違うんだ、だって会ったことも喋ったことないじゃん、室井の番組、事務所は一緒だったけれども、うん、ですごいなんかなんか口がうまいとかね、うん、小倉さんにごますって金を引っ張る手口がうまいとか、うん、テレビで言ってるのを見たから、うん、その、ね、うん、その実際の YouTube の動画、うん、だからパーツ来て、まあ、室井のマネージャーは昔の俺のマネージャーだから、うん、すぐ電話かけて、お前ふざけんな、室井で出せって、あれね、あの人ね、バカを装ってね、ずかずかとね、好きなこと言ってるね、そう、あいつがいい加減しろって、だから室井も、本当ね、お前見てたら、お前いい加減しろって言うのかな、まあ、そういうことで、まあ、抑えてます。まあ、ある意味でね、この冤罪であるっていうことの証明を今一生懸命やろうとしてるわけじゃないですか、はい、でその資金もね、はい、まあ、徳野さんで紹介されますし、はい、それから、まあ、具体的にね、まあ、今日ご覧になってる方は、
龍神ドットコムの、そうですね、それちょっと龍神ドットコムどっか書いてないの？龍神ドットコムは、あと、フェイスブックの、うん、俺とかヤコとか、磯部さんとか池田さん、BJ チャンネルの、BJ チャンネル、あと、この放送の YouTube、ね、うん、の詳細のところに、龍神ドットコムのアドレスを貼り付けます、うん、でそこに飛んでもらうと、その庄司さんの手記が PDF ファイルにダウンロードできます。それはね、87ページなの。今アドレス書きます、はい、それはね、87ページの手記で、はい、まあちょっとね、若干誤字もありますけども、よくね、獄中であんなにね、あの難しい漢字をね、はめられたっていう漢字はよく書けるなと。あれ今ね、大人100人に聞きました。はめられたって漢字書けますかって言ったらね、書けない、書けないよ、うん、俺ね、体育と美術と国語はね、うん、結構実業がだからね、あのジョンさんの文章うまいよ、うん、あの、とってもね、うまい。そうでしょ、あのね、下手な人の文章、あ、ごめんなさいね、あの、なんか、ごめんなさい、いやあのね、そう、人の中に、というかね、あの、やっぱり下手な人の文章って長いんですよ。やっぱり短くね、うん、あの単刀直入にやらなくちゃダメなんです。ここはね、ポイントなんですね。そんな長いの？じゃあ、それ分かります？そんな長いの？うん、どうです？長すぎるじゃん、それ。それ検索でやってみない？友人。それか、Facebook の、もう、あの、磯部さんとか、うん、のとこ、あと、BJ チャンネルのところから飛べるんじゃん。飛べるけど。あと、BJ チャンネル行く。トカナさんがあれば、トカナさんから直接飛ぶふうになるんですね。直接飛びます。まあ、トカナさんから来た方が、まあ、そうですね。今ね、トカナさんね、ちょっとね、あの担当者、あの大沢さんっていう担当者なんですけど、はい、やっぱりちょっとね、あの、まあ、いろいろ仕事重なっててね、はい、ちょっとね、あの、なんかこう、結構大変なんですよ。うん、だから、まあ、ある意味でね、あの、本当はね、あの、うん、もうここでね、紹介しちゃった方が早いことは早いんですね。じゃあ、磯部さんから。そう、友人.comをちょっと紹介します。友人。Facebook の、うん、俺の友人さんと、あと俺の普段の絵 のホームページがあるんだけど、そこにリンクが貼り付けるふうにして飛べるようにしたんで。それもう近づけちゃってるんじゃないですか。はい。こっちから。そうね。この龍神ドットコムで検索をしてください。はい。そうするとトップページに来る。トップページ、俺の龍神様の絵の写真が上がってて、そこにあの PDF ファイルのあるから、そこをクリックタッチすると、あの手記すべてが読めるようになります。はい。それで一応っていうか、はい、あのそこに書かれてあるその式のですね、はい、あの実名っていうか、あの名前があるじゃないですか、はい、あれはあの、ね、あれなんですか、あの実名なんですか、仮名なんですか。一応仮名にしてあります。一応仮名、ね、まあ中読めばわかると思いますけど、はいはい、一応仮名です。はい、仮名でございます。仮名でございます。あの誤解のないようにね、はい、の実名ではない。中に入ってる時も仮名を使って書きました。そうですね、いうことになってます。そうですね、はい、あのということでございますので、はい、ただね、あの名前書いてあるのも、3名ぐらいしかいないんですよ。3名ぐらいしかいないですね、あの実名はね、うん、実名は、ね、仮名はね、仮名は3名ぐらいしかいないです。面白すぎて言うとね面白すぎて言うとね、どっちなんだいって言ってね。ただね、本当にね、今だからこう笑い話とはいかないけど、うん、去年の今頃はまだ三畳一間で膝バカになり、うん、しかもね、喋んないから声が出ないわけよ。あれ何、会話はする人いるの？いないいない。だから、うん、まず朝起きて点呼っていうかあって、うん、その時に、はい、あの番号は、これ校舎の時は6794番だから。6794番って言いそう。そうそうそう。で、僕な国ね。そう、僕な国。そうそうそう。チェックするわけ。うん。僕な国の。うん。6794番。そんで、朝と寝る前の就寝の時、6794番。番号だけ、番号。ひどいね、番号だけでいいの？そう、番号だけ。だから1日、その2つしか出ないけど、7ヶ月間、うん、したらもう声が出ないわけ。一人ごととか言ったりとかすると怒られるでしょ、うん、中に言ったことあったりとか、うるさいって言われるけど、うん、だから俺がその、もう高知の最後の時に、ね、あの、ね、異星人との接触があったでしょ、はいはいはい、その時は、何やってんだって怒られたわけよ、うん、ちょうどもなったから、はいはい、いや、ちょっと
で、人をごまかしたので、靴の首がね、怪我してたんでしょ、あれは実際の話なんだけど、だからそれで、まあ、だから出てきてから、その、なんていうの、いろんな親しい友達が電話するじゃん、本当の勝利さんとかやるわけ、もう本当だって、声が全然違うと思う、今、声が出ないんですよ。いや、それね、確かにね、分かるんですよ。いや、ある時ね、まあ、インサイダー取引で、まあ、捕まっちゃった人がいて、で、まあ、その人のせいじゃなかったの。実はね、代替わりで、まあ、その人が仕方なく社長をやっちゃった時にですね、元の会長がやってたのの、男が続けて捕まっちゃった人がいたのね。その人が出た時、出てきたんですよ。で、じゃあ、お酒飲まないかっていうことで、飲んだんですね。その時にさ、もう昔はね、かっこいい社長でね、もうはっきり僕も尊敬するようなね、知り合いでね、いたんですよ。それで半年間ぐらいいたもんだから、その中に入ってたもんだから、出てきた時にね、はいしか言わないんですよ。そうだからね、本当に、はい、本当に言葉忘れちゃってんの。で、喋ってんだけど、ね、声が出ないの、本当に。で、取り調べの声出さなくていいでしょ。声、で取り調べの声出すに書いてあるんで、それでいいのか。いや、違いますとか言ってみて、そうそうそう、裁判とかね、例えばさ、取り調べだってあんまり反論するわけにいかないじゃないですか、もううるさいから。俺は散々反論しましたけど、最初に、あと裁判でも喋った時も声出てなかったもんな。もう裁判で一応マイクがこうやってあるからなんだけど、声がもうね、だからある意味で喋ろうと思ってある意味で、例えばその洗脳されるわけでしょ。ある意味洗脳だよね、本当にね、同じことをひたすら全くやってなくても、まあ、やっちゃった方が得だなみたいになっちゃうよね。自白した方が得だな。だって外の光は見えないでしょ、明るいか暗いかだけだから、時間はない、わからない、時計はない、ね、流れるのはラジオで流れるのも、もう12時間ずれてるから、昼の夕方の5時にお昼の NHK ニュースで流れる、夜の9時に7時の NHK ニュースで流れる、お昼の全部ずれてるから時間を教えないわけよ。だから今何時なのかも分かんない。で、曜日も分かんないでしょ。一応カレンダーとかはなんか渡されるんだけども、カレンダーもう自分でチェックしない限り、今日は何曜日とかって分かんないわけ。でもクリスマスって分かるよね。クリスマスの時はね、なんかね、言うのは放送で、クリスマスの時ね、ケーキのお金で、ね、駄菓子の詰め合わせを配りますと言われて、うまい棒とか、なんだそれ、うまい棒なの、そう うまい棒か、あれ結構安いからね、うまい棒ってね、やっぱりそういうね、誰だよこいつ。だからさ、もうある意味で、もうそういうことがね、二度と三度もあっちゃ困るわけで、本当に困るしね。だからまあ、本当に翔さんなんかはいい犠牲者だよな。そうですね。本当にね。だから、そういった意味の、まあ、こう、赤裸々にね、翔さんが自分の霊を語るっていうのは、基本的には重要であってね、こういうことが一度、二度、三度あっちゃ間違いない。でもね、本当にね、逆を言えばね、なんだろう、捕まったことは良くないし、ね、俺にとってはもう最悪のあれなんだけども、今となっては捕まったことによって、ね、住む場所も変わって、環境も変わってね、それで心機一転気持ちを入れ替えて、もうまず一旦自分のプライド全部捨てたでしょ、仕事も全部なくなった、そこから一からまず警備員から始めた、警備員の屈辱っていうのはなかったの、俺にとっては。なんで俺警備員やなきゃいけないの、警備やってたら申し訳ないけど。だからそういうことは気をつけてよ。そう、はい、ね、せっかくいい勉強したのに、そこでまた差別的な言葉を言っちゃうとね、意味ないんだから。そういう意味で言ってなくて、俺っていうのはそのね、今までやってきたのに、ね、俺は警備員を、警備員やってでも、とりあえず、一からやり直そうと。もう、ね、心を入れ替えてって言って、悪いことやってなきゃ入れ替えるしかないんだけど、と、心機一転、すべてやり直すと。なんかすごい無策の人だけど、こういう人いたよね、前川清志の取り巻きの車から、いたよね、なんかいたよね、なんかね、僕
ちょっとね、そこから警備員をやりながら、まずフェイスブックはしばらく閉じてた。だけど、龍神様の絵をまた描かせてもらおうと思って、描かせてもらおうじゃなくて、あの大森さんと、ね、あの元プロレスラーの大森さん、したの、大森さんが、あの俺にね、龍神様を描いてくださいって言ってくれたわけ。それで、中にはね、あの俺が入る前に注文あって、10枚ぐらいで余ってたんだけど、その中で、いらないって言ったの1人だけだったわけ。いらないっていうか、連絡が来なかったのは。あとは全員、消費者のことを信じてますから、あのね、で俺も申し訳ないって言ったわけ。あの連絡して、あのご注文をね、受けたんだけど、こういう事件に巻き込まれてね、書けなくて申し訳ございませんでしたって。もし、ね、今の状態でもしまだ書いてもいいって言うんであればお化けしますけど、でも一応ね、あの犯罪者というね、レッテルを貼られた人間の絵は欲しくないって言うんであれば遠慮なく断ってくださいって結構ですっていう手紙を送ったわけよ。そしたら、いやそんなことあるんで消費者信じてますから、ぜひ書いてくださいって言ってて、大森さんがまず最初に書いてくれたわけ。そっからその溜まってた龍神様の絵を描いて、それでじゃあ龍神さんのあれだけをちょっと復活させようかって言って、Facebook をとりあえず復活させて、それで俺はお騒がせしましたけど、冤罪です、ね、はめられましたっていうことだけ書いて、で、まあ、余計なこと書くのやめようと。それで竹本先生と久しぶりに再会して、時に竹本先生も竹本先生である事情を抱えてて、で2人とももうどん底だからここから早がろうって2人で、ね、握手して、で竹本先生の番組で出してもらって、そっからが真実一路につながって 今になってるわけです。そうだよね。だから結果、ね、なんていうんだろう、で俺が、ね、実家で言われたのが、鉄道はね、50歳になったらね、強すぎる霊能力の封印が解けるから、そこから道は開けて、あのカルマが取れるかって言われてたの。ほんで、その50歳が俺は獄中で50歳を迎えたかったと思って、ね、で、三条一間の中で50歳を迎えて、そこからでも、3月10 26日に出てきてから今日まで、で、本当にこんだけの仲間が増えてね、ほんとに一生の仲間だし、今結構ハッピーだよな。今ハッピーですね。それで、ね、猫たちと、ね、9ヶ月間離れ離れになったけど、今ね、あの猫も一緒に全部暮らしてるし、で、今こういう形で横田とも ね、一緒にね、過ごすようになりましたしね。それで、池田さんにしろ、磯部さんにしろね、岩崎さんはちょっと今脳梗塞でね、ちょっと闘病中ですけど、本当になんだろう、かけがえのない仲間というのが集まってきましてですね、だから今があるので、それでまあ本当に、まあ、龍神様も出てきてからの方がね、進化してるんだね、やっぱり。で、違うんだよね。もう全然本当にね、顔前が方向じゃなくて、そう、それぞれいい方向にね。だからやっぱり本当に進化してるし、実際に、まあ、俺の気持ち、普通だったら多分ね、刑務所に入ってたじゃないか、そのね、捕まったような、冤罪だとしても捕まった人間の描く絵なんて欲しくねって言われるのかなと思ったけど、全然そうじゃなかったから、俺は本当に泣きそうなぐらい感謝してるし、まあ、それでね、はい、例えばその資金に、まあ、いろいろな、まあ、加盟があるわけじゃないですか、はいはい、で、その人たちが、まあ、実行犯であるっていう可能性が非常にあって、はいはい、そうですね、はい、まあ、その方々はね、やっぱりこれからね、まあ、法的なね、裁きを受けなくちゃいけないんじゃないかなと僕は思うんですよ。いや、俺もそう思います。ですから、はい、そういった方向にね、まあ、例えばじわじわとですね、行くようなね、はい、状況にはなるだろう、つまりマスコミだってね、はい、バカじゃないんだから、週刊文春、それから、まあ、朝日芸能、それから東スポ、散々ね、翔さんの悪口書きましたけども、今ちょっとね、変わってきてまして、ね、はい、朝日芸はもう変えました。朝日芸はもう俺を擁護する形で、実際、朝芸の編集長と社長とお話ししまして、で、ね、ちょっとだけ怒ったの。ああいう裏を取ったのかと。裏は取ってませんけど、それで人の人生狂わせたこと記事書いていいのかと。
申し訳ありませんって言われた。それだったら、ね、俺の冤罪の記事を、冤罪のことを記事にしてくれてた。あ、分かりましたって実際記事にしてくれたわけ、ね、まだ文春さん は話したけど、うん、まだ今のところ返事はないけれども、まあ、文春さんは文春さんでね、まあ、いろいろあんだけ書いてるから、うん、書いてる、書かれてるね、叩かれてるから、まあ、俺がにの例以外にもね、まあ、文春さんの やってることっていうのは、まあ、いろいろ、まあ世間の皆さんが思ってる通りだというなところは結構あると思うから、まあ、文春さんっていうのはね、まあ、文春さんだけじゃなくてね、あの昔の雑誌屋っていうのはね、はい、あのちょっとね、うん、まあ、こういっちゃなんだけどあんまり正統派的な状況ではなかったんですよ、うん、あるネタを持つとね、そのネタで買わないかっていうことをねよくやってたんですよ。なるほど、ね、だから例えばそれでね取引をいろいろやって、まあ、あの費用を稼いでたっていうね、まあ、そういうところもあったわけですよ。あの、まあ、これ非常にね、あのちょっとね、ちょっとそういうことは言わないの。あのそういうね、人をね、そういうあれってやらないの、ね、だから ある意味でね、あの気持ちはわかるけどね、でもあのとにかく雑誌 の携帯っていうのはね、とにかく成り立たなくちゃいけないじゃないですか。ただね、本当にね、うん、やったことってのは自分に返ってくるから、うん、俺をはめた人間はろくな目に遭わないのは、それはね、もうここで言いますよ。うん、まあだからね、あのそれをあのあるんで、あの法的にね、うん、もうそれこそ司法でやられたんだから、うん、司法で返すんじゃないけどね、うん、ある程度こうちゃんとした段取りでね、やっていった方がいいと思うんですね。そうですね。だからまあそういった意味でも、うん、あのその実名じゃなくて仮名が書いてありますけど。うん、そういった人たちね、うん、あのこれから気をつけた方がいいと思いますね。そうですね。あのどん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 あの真実が暴かれていく状況の中で、うん、はいはい、ちょっと立場がね、逆転していく、うん、今まではね、うん、あの野郎ははめられたな、ざまみやがれって思ってるかもしれないけど、うん、やったことは書いてから、うん、あのやっぱりね、手に唾を吐くと自分とも来るじゃないですか。そうそうそう。それと同じような、ね、ことになる可能性がありますので、うん、はい、皆さん気をつけましょう。はい、行きましょう。ね、ちょっと、まあ、まあそんな感じで、うん、まあ、あの冤罪の話とはあれしましたけど、はい、竹本先生から。え、あの報告が、報告はですね、実はの4月の3日にですね、あの実はの東京ピースからですね、あの岩国ピースつまりね、僕はね、もう都会っ子だから、はい、と思ってたもんね、はい、で都会っ子ピースでずっと来てたんで、都会っ子ピースってね、もうすごいあのまあなんていうの、テンポ早いじゃないですか、ね、あ、で僕ね、もうちょっとゆっくりね、もう還暦過ぎたんで、ゆっくりペースでね、61過ぎたんでね、もうちょっとね、あのそういうこと言わないの。あのちょっとゆっくりペースでね、ゆっくりね、行こうかなと思って、それで岩国の方に、あの、岩国、うん、あの岩国は何県ですか。これ山口県でございますね。それで、あの僕はですね、あの岩国で開国から改正へっていうのを、はいはい、あの明確にね、あの、はい、提示しようと思います。はい、どういうことかっていうと、長州藩なんですね、あっちはね。そうですね。ですから、ある意味で、あの、まあ、なんていうかな。宮本さん、それダメ。うん、それダメ。うん、それはダメ。そういう表現はダメ。まあ、だから、宮本ちゃんもそうだけど、あの、もうちょっとね、基本的な常識っていうのをね、あの身につけながらいかないと、あの、皆さんがやられたのもそういうことなんですよ。あの、あ、これ、うん、あ、メガネかかわれる。人をね、敵を作るようにすると、あのもうとにかくね、あのはめられちゃうっていうことなんです。そうです。だからね、あの敵を作らないように生きていく。それはね、あの非常に難しいことだけど、あのそういったことですね、あの僕はもうはっきり言えば、あの開国から改正っていうあのメッセージを、あのもっともっとね、純粋にモデル化するために行くわけです。じゃあちょっとペースを変えて。うん、帰る、もう完全にそれオンリーでいます。なるほど。じゃあ次回が竹山先生はとりあえず最終回です。最下位が最終回で、もう4月からはひょっとしたらね、あの違う形で関係するけども、うん、あのそれはそれでね、あの、まあ、電話であったり、はい、衛星中継。そう。岩国の竹山さんみたいな。そう。声が遅れて。だからあのスカイプとか今できるじゃないですか。だからスカイプでやったりねしますので、スカイプって映像とか鮮明ですよ。もちろん俺やったんだけど、鮮明ではないけど映像止まっちゃうんだよね、うん、だからまあまあそれはしょうがないです、ね、通信状況ですね。でもまあ内容が分かればいいかなと、うん、
ということで、いや、あの少なくとも僕はね、もう地球に生きてると思ってるんで、はい、あの東京にいようが、シドニーにいようが、あのニューヨークにいようがですね、全く同じ惑星だと思ってますんで、あのどこにいようが、エリア51にいようがね、あのそういうことで竹本亮は、はい、どこに行っても地球におりますので、あのどうぞよろしくお願いします。天国行かないでくださいね、まだ。それはね、ちょっと早すぎるわけですね。今日ね、失礼しました。そろそろ行ってもいいかな。いやでもね、天国よいとこ一度はおいで、酒はうまいし、姉ちゃんはきれいだ、ファン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 みたいなね、感じだったら分かりやすい。いないっすか、今ね。ほらは死んじまっただろ、ね、スルーしてた。そう、ね、そうですけどね。まあまあ、それは置いといて、ということで、4月からはね、はい、病院でちょっと活動しますけど、次回、とりあえず竹本先生は最終回という形 で、まあ、になりますが、あのね、みんなね、なんかね、すごく感じがしたな、みんなね、よくね、海外に行くとか、宇宙に行くとか言うじゃない、ね、いやいや、みんな、よくね、海外に行くとか、宇宙に行くとか、なんかね、全然離れたところに行くようにね、思ってるのね、だからそれは俺も、バカじゃないのと思ってます。でも島根って、島根じゃない、山口って、なんで島根って言うの、山口って、東京からどのぐらいかかるの、飛行機で1時間。それで、まあ、車っていうかね、夜行バスぐらいで一晩。広島の先でしょ、うん、そうですね。鳥取の辺、あっちの方。いや、鳥取は日本海の。下関とか近いの、そうそう、下関ですよ。下関は山口。だから、俺の親父の、藤原の人記念館というか、親父の方だったから、まあ、そうなんですか。そこ行きたいんですね。いや、そこでしょ。まあ、そういうことで、ぜひね、山口県に来られる方は、ぜひ、山口ツアーで、これはね、マギカギルドっていうね、飲み屋におりますので、飲み屋って言っても宇宙酒場。宇宙人集まる。あのね、不思議大好き人間だけが集まるような店を、毎日経営します。僕が経営するんじゃないけどね。秋田大河さんが社長さんなんですけど、そこでね、毎日毎日いろんな人前に水の口に来てた人、そうですね、そうだね、うん、だから秋田の店、宇宙人なんとかっていうお店、そうです、そこに、うん、に行くと毎日おりますので、ぜひぜひね、その参加費ないの、なんだ、余計なことやんないの竹本ツアー、あのね、余計なことやんないのまあまあ気持ちわかるです、まあ、でもそろそろ締めましょう、はい、はい、ちょっとはい、じゃあお知らせ、はい、皆さんお知らせどうぞ、先週に続き、これが愛媛県西条市でやられている有限会社玉井石油さん、アムゾイルをね扱っていただくことになりまして、愛媛県、落ち着いたら行きますよ、ありがとうございます、はい、で、アムゾイルの商品がここにもう届いてますんで、皆さんぜひアムゾイルね、ここに行って、四国界隈の方ぜひお願いします、はい、以上でございます、はい、それから竹本亮ですけども、こっちじゃない、はい、大評判 UFO 祭り第3弾、UFO 生き人のスーパーコンタクトということで、3月23日14時から17時まで、料金5000円でヒカルランドパーク、これヒカルランドの企画なんですけどね、高野常泉さんという有名な人、寺井さんってこれね、不思議な人なんで、僕の後輩なんだけどね、何やってるかって、結婚式の反対の離婚式っていうのね、あとね、涙活とかね、涙を流す涙活とかね、いろんなことです、離前式とか、なんかいろんなことで、まあ、そういう変わったプロデューサーと高野常泉、これは石川県の羽咋市で活躍して、コズマイル羽咋っていうね、UFO 館を作った男です、僕の親友です、それでこの3人でやりますので、どうぞよろしくお願いします、以上です、はい、ありがとうございます。プルミエルクラシックバレー、牧あさみバレエ団の、青山貴香先生をお招きして、5月の5日と6日に
ワークショップを開催いたします。めちゃくちゃ美人じゃないですか。綺麗な人ですよ。あの現役のプリマバレリーナの素敵なお手本を間近でご体験ください。フルミエルクラシックバレエのホームページに、メールをいただければと思います。ああ、いい。岩木さん。岩木さん、今日お休み。こんにちは、岩木です。僕は岩木です。はい、外気候治療院さんからのイベント療法です。十三物の秘密、守護霊、自負療法、十三物永代供養法などなど。3月25日の日曜日13時から15時まで、場所は素食カフェサラさんにて、参加費3000円にて、行います。こちら参加費の中には守護霊測定とレスキューレメディ付きになっております。お申し込みは外気候療法院、044-813-4941 までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゆうきです。ゆうきさんかっこいいじゃない。ゆうきです。ゆうきです。ゆうきは何やったんですか。最近はいないです。はい、来週くんだっけ。来週くん。というわけで BJ チャンネル第10回、5分オーバーの1時間5分でお送りいたしました。はい、来週は竹本先生最終回になりますので、まあ、ささやかながらお別れ会、お別れ会じゃないかな、うん、総合会ですね。スカイプを、ね、通してね、まあ、番組を続けますので、はい、1892 Let's go。 というわけで BJ チャンネル第10回目終わりました。また来週第11回目でお会いしましょう。ありがとうございます。